チャータータ機の運航について茂木外務大臣はこれまでの3便で武漢にいる帰国希望者の退避をほぼ完了したという認識を示しました4便目は週明けとなる見込みです。149名の邦人を乗せた、えー、チャーター機、えー、3便目が到着する予定でありまして、えー、武漢市からすぐに帰国をしたいという方につきましてはこの3便でですね 帰国を全員できると政府関係者によると湖北省全体ではおよそ140人の帰国希望者が残っていますが武漢市の交通網が遮断されていて空港への移動に時間がかかるということですさらに WHO が緊急事態を宣言したことでチャーター機派遣に向けて中国政府との交渉が難航する可能性があると見ています 外務省幹部は4便目の派遣は週明け以降という見通しを示しましたまた安倍総理大臣はチャーター便の運賃およそ8万円について国が負担する方向で検討する考えを表明しました当初は自己負担の方針でしたが与野党からの批判を受け見直しました